しく綺麗に今日も始まりましたサニクリーンの泥草チャンネル、はい、本日のテーマはこちら、はい、楽しく扇風機を収めましょう。扇風機そろそろ大活躍してもらった扇風機にもお別れをする時期となりましたね。矢野さん、いや、うちは年中扇風機出てます。マジ、はい、今日はね、矢野さんのために頑張ってくれた扇風機をしっかり収納できるようなことを紹介していきたいと思いますので、します。はい、分解するんですか。分解しましょう。ごめんかい。電源を切ってコンセントも抜いて掃除をしましょう。電源を止めて、はい、はい、コンセントも抜いて外していきます。はい、このつまみ、あ、こうやって取るですね。あ、そう、ファンって逆ネジなんですよね、あの換気扇と一緒で。じゃけ、普通のネジってのの字に閉まるけど、これの場合はのの字で開くんですよね。というわけで、のの字で開けていきます。はい、どら、もういけないですよね、ここまでですよね、多分。いけます。白、これ、うん、押すんです。これは普通のネジと同じ方向で開くんですね。お、マジか、うん、あ、ここまで。はい、じゃあ掃除機の先にブラシをつけて、はい、各パーツのホコリを吸い取ります。はい、で続いて固く絞ったタオルで各パーツを拭き上げていきます。はい、汚れがひどい時は40度くらいのお湯に中性洗剤を少し混ぜて、はい、これサニクリーンの家中丸ごとクリーナー、これまたね、いいんですよね。雑巾ウエストをつけて固く絞っていきます。はい、拭き終わりましたよ。はい、この場合は念のため洗剤成分が残らないように、はいはい、最後水で固く絞ったタオルでそれぞれを十分にね拭き上げていきましょうね。はい、まずおすすめは分解して収納です。はいはい、扇風機が入っていた元々の箱は収納に適している細長い箱が多いです。この箱に入れればデッドスペースを小さく収納できますね。そうですね。あ、もしかしてこれって外れるんです。え、知らんかった。結構細かく分解できるんですよね。矢野さん、そういったあの買った箱を取っとく。え、こっちはこうか。よいしょ、こんな感じで無事元の箱に収めることができました。はい、うちにはもう箱がないんですけど、どうしたらいいですか。そういった矢野さんの場合は、はい、衣装ケースに分解したパーツを入れるという手もあります。あ、なるほどなるほど、はい、でもそれもいっぱいだったら分解せずにそのまま収納するしかないですね。あ、どうやってやるんですか、このまま。はい、市販で売っている専用カバーをかぶせるか、大きめのゴミ袋をかぶせて埃の付着を防ぐようにしましょう。今日の動画はいかがでしたか。この動画がいいねと思ったボタンはグッドボタン、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。次回もまた見てくださいね。楽しく綺麗に。